アベンタドールはイタリアの自動車メーカーランボルギーニが2011年から2018年まで製造していたスーパーカーである。2010年をもって生産が終了したムルシエラゴの後継車種として2011年3月1日より開催されたジュネーブ賞2011にて正式に発表された。会場で披露されたのはオレンジ、ライトグレー、マットホワイトの3色。 デザイナーはフィリッポペリーに、エンジンフードカバーのデザインはカメムシの外観から発想を得たもの。フロントやリアマーリの衣装は2007年に公開されたムルシエラゴベースの限定車レベントンと2008年に公開されたコンセプトカーエストーケーと共通性を感じさせるものとなっている。カーボンファイバーモノコックを採用し、サスペンションはプッシュロッド式、エンジンは 新設計の V12 となっている。トランスミッションはマニュアルを廃止してみようとのみとなったが、パワートレインの配置のみカウンタックから連綿と受け継いできた運転席と助手席の後ろに置かれたエンジンの出力を運転席と助手席の間のセンタートンネルに置かれたトランスミッションを経由した上で後輪に伝えている。LP700 から4アベンタドール LP700 から 4アベンタドールアベンタドールロードスターアベンタドール J0 時速 100km 加速は2.9秒以下最高速度は時速 350km 以上に達するハンドリングの向上に注力した設計になっている 4WD だが前後の駆動力配分は0、100から40、60まで変化するセンターコンソールにパフォーマンスセレクターがあり 一般行動での走行に適したジャックアンダーのストライダモード、シフトフィールが鋭くなるスポーツモード、サーキットでの走行に適し、凶暴な加速が体感できるコルサモードの3種類から走りの特性を選択できる。2012年、ジュネーブ賞においてオープントップのワンオフモデルアベンタドール J が発表された。小終了後に幸運なオーナーのもとへ届けられる。J は、 たった一台のみ製作され、後に事故で喪失したランボルギーニオタに由来する。2012年11月12日、先代のムルシエラゴに続き、ロードスターモデルとしてアベンタドール LP700 から4ロードスターが発表された。2013年ドバイでパッドカーに採用された。2016年ジュネーブ省で同社をベースとしたワンオフモデル。 チェンテナリオが発表された。2018年、アベンタドール SVJ をベースに、ランボルギーニのモータースポーツ部門、スクアドラコルセが手掛けたトラック向けのワンオフモデル、SC18 アルストンが発表された。日本国内では2011年9月から販売された。2011年11月29日、ランボルギーニジャパンは、東京都の国立競技場で、 記者発表会を開催した。研究開発担当ディレクターであるマウリテオレジャーには、アベンタドールは、競合他社の2世代先を行くもの。すべての内容を再定義した。過去からのものを全て否定し、ゼロベースで作ったと、エンジン、トランスミッション、サスペンション、ボディの全てが新開発であることをアピールした。日本での価格は、当初4、0 0万2、 500円だったが2012年8月1日に4、197万3、750円と改定された。2013年の上海モーターショーにて発表された。これはランボルギーニの創業50周年を記念するモデルであり、世界限定200台の生産となる。モデル名の720が示す通り、ベースグレードのエンジンは、 チューンアップされて 720PES を発生し、0時速 100km 加速は2.9秒。最高速度は時速 350km を誇る。ランボルギーニとイタリアのタイヤメーカーであるピレリは、ランボルギーニ発のプロトタイプ 350GTV に、ピレリがタイヤを供給した1963年以来、パートナーシップを結んでいる。 この長年の関係を祝して制作された特別モデルである。ルーフ、エンジンカバー、ミラー、エアインテークに赤の細いラインが施されている。2015年のジュネーブモーターショーにて発表されたランボルギーニの上位モデルに伝統的に関される SV をいただいたモデルであり、世界限定600台の生産となる。引き続き採用される V12 エンジンは、 さらなるパワーアップが図られており、社名が表す通りに 750PS を発生させる。0時速 100km 加速が2.8秒、最高速度が時速 350km 超のパフォーマンスを誇る。同年8月、SV を社名に持つモデルとしては、初のオープンモデルとなるロードスターが発表された。世界限定500台の生産となり、 クーペより生産数が100台少ないモデルである。2016年6月にイギリスで行われたグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードにおいて公開された。2016年で50周年を迎える名車、ミューラへのオマージュとして、アベンタドール LP700 から4をベースに、ランボルギーニのアド・パーソナムプログラムによるカスタマイズを施した限定50台である。2トーンカラーが、 特徴的なエクステリアでは、マットシルバー、または、ゴールドの20、21インチホイール、サイド部に、メタリック仕様のミューラバッジ、リア周りに、ブラックのランボルデギーニロゴが与えられている。2016年に発表されたアベンタドールの新世代モデル。新しい技術が多く採用されていて、エクステリアは、大幅な改良が加えられ。 フロントのダウンホースは130%も増加したという。ランボルギーニのシリーズモデルとして初めて4輪操打システムを採用。サスペンションには磁性流体ダンパーを使った磁気レオロジーサスペンションが採用された。さらに前後輪に駆動力を配分する四輪駆動システムや粘性の検知度が高まったというイースシー3段階に 可変するリアウィングを備えたアクティブエアロダイナミクスなども含め蒸気の電子制御システムがすべて新たに採用されたランボルギーニディナミカベイコロアッティーバと呼ばれる制御イニットで統合管理されるドライビングモードには新たにドライバーの好みに応じてこれらの組み合わせをカスタマイズできるエゴモードが追加されたエンジンは アベンタドールと比べると最高出力が 700PS、8250rpm から 740PS、8400rpm に引き上げられた。最大トルク 70.3kgm、5500rpm は変わらず。トランスミッションもこれまで、通り、インディペンデントシフティングロットと呼ばれる7足、シングルクラッチのロボット式変速ユニットが組み合わされる。 テールパイプが3本になったエキゾーストは従来より20%ほど軽量化されている。2018年8月に発表された高性能モデル SV と J を合わせ持った名称。世界限定900台の生産となる6.5リッター自然吸気 V12 エンジンを搭載し、最高出力 566kW 8500rpm。 最大トルク720ナノメートル 6750rpm。0時速 100km 加速は2.8秒。最高速度は時速 350km。乾燥重量は 1525kg。ありがとうございます。